ビルデックは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のヘルスフェルトイコールローテ軍に属す町村である。この町は、チューリンゲン州との宗教に面している。この町は、ベラ川中流域の谷、ベルカゲルシュトゥンガー盆地とそれに付随する小さな低地であるオーバーズーラー盆地、クライネンゼアー盆地に分布している。これらの低地は山並みで囲まれている。南西は、 ゾイリングスバルト、南はホルダーレーン山地の市脈、東はチューリンゲンの森の市脈、北はフルダベラ山地南部に属するリヒエルスドルファー山地といった具合である。町の一部はリヒエルスドルファー山地の中にまで広がっている。最寄りの大きな町としてはバートヘルスフェルトやアイゼナハがある。町内の最低地点はオーバーズール近郊のインデア上の208メートル。 最高地点は、ヘーネバッハ近郊のローテストックで海抜456メートルである。この町は、オーバーズル、ボッセローで、ヘーネバッハ、リヒエルスドルフ、ラスドルフの5つの地区で構成される。ビルデックは、北はネンタースハウゼン及びゾントラ、東はゲルシュトゥンゲン、南東はベルカ、ベラ、南はダンクマールスハウゼン、グローセンゼー及びヘーリンゲン、 南西はフリーデバルと西はロンスハウゼンと境を接している。この街の名前はアムトビルデックに由来する。このアムトには現在のオーバーズールとヘイネバッハ、およびオーバーズールに属する小集落アルムスホーフとシルトホーフが属していた。中世のこのアムトは古田修道院の支配下にあった。アムトの役所はラスドルフ近郊シュロスベルクの ビルデック城にあった。リヒエルスドルフは1277年にフルダの修道院がこの集落を女子修道院設立のためにアイゼナハのニコライ修道院に期限付きで委託した際に初めて文献に記録されている。しかし、この修道院は建設されなかった。このアムトは1325年に霊園としてフリードリフト・ヘルマンのフォン・コルマッチュ兄弟に与えられた。 現在はアイゼナ派の宿となっているヘッツェルスローダがこれと交換にニコライ修道院に与えられた。レーン領主権は1539年にヘッセンホーハクのものとなった。1562年にコルマッチュ家が断絶し、この集落はヘッセン領となった。南と東の作奏した宗教はヘッセン及び 中林源砲白と古田修道院との紛争の現在に残る証となっている。この紛争は中世全期間を超え近世にまで及んだ。ビルデックにおける銅の採掘は1460年に初めて記録されている。リヒエルスドルフ精錬所では1708年からコバルトも生産されていた。これにより、この精錬所やそれほど 遠くない岩のフリートリ必イ連署の重要性が増し、その結果ゾントラの鉱山監督局がリヒエルスドルフに移転した。アムトバルデックは1627年からローテンブルガークバルトの構成要素として、ヘッセンローテンブルク砲白寮となった。この地域は寮場として開発され、ビルデック城の跡地に休憩のための狩りの城ブルーメンシュタイン城が建設された。 1848年廃止されたこの砲白の所有地全域が国有地となった。1945年から1990年までこの町は東西ドイツ国境のすぐ近くに位置することとなった。1971年12月31日にそれまで独立した町村であったボッセローでヘーネーバッハオーバーズール、ラスドルフ、 リヒエルスドルフが合併して新たな自治体、ビルデックが成立した。以下のグラフは、各時点における、町域内の人口で、それぞれ12月31日時点の数値である。ビルデックの人口推移2016年の町、議会選挙以降、この町の議会は23議席で構成されている。 2014年7月6日の町長選挙で、アレクサンダー・ビルトが67.8%の票を獲得して町長に選出された。この町は、連邦アウトバーン A4 号線沿いに位置し、オーバーズール・インターチェンジとヘーネバーハイ・インターチェンジを有している。この他に、アイゼナハからベイブラに向かい、この町を通る中林園鉄道沿いに、ビルデック・オーバーズール駅、 ビルデック・ボッセローデ駅、ビルデック・ヘーネバッハ駅がある。ブルーメンシュタイン城市レデン自然保護区この他に、多くの遊歩道がある。遊歩道のいくつかは、ブルーメンシュタイン城市を通り、ビルデッカー・タールをめぐり、ベラースの場城施設に出会う。多彩な森を横切り、フランツ王前愛姫の傍らを抜ける。また、町境では4市町村が境を接している。 ベボケルングスシュタンド AM31.122019 アインオネレンツイクランジェシムゴマイ,インドゲマインデワイルデックランデーダトンコミューニールワラン2016インヘッセンエンドガルティッチスアーガブニツデアジェミンボル AM6MRZ2016632020 ワイルデックヘシシャススタタスティシャスランディゼムト2018年7月24日閲覧 バーガーメイスターウォル・イン・ワイルデック AM 2014・ AM6.07-2014 ヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムット2018年7月24日、閲覧 DAWSE ・マーク・エン2018年7月24日、閲覧パフラガ・アンド・クリニック・ベティンマルシュケアクリニック・デザイン2018年7月24日、閲覧ネイチャースフ f i ジェベット・レイデン 2018年7月24日閲覧。ありがとうございます。